笑いの内閣次回作はですね、こちら、ただしヤクザを除くという作品です。これどういったですね、日本国憲法第14条すべて国民は差別されないという条文があるんですけども、ただしヤクザを除くんですね。まあヤクザは悪いやつなんでね、違法行為してるらどんどん捕まればいいと思うんですけど、ヤクザにピザを届けるなって通達が来ることがあるんですね。これ非常にバカおかしい話です。みかじめ料払うなっていうのは倫理かなと。みかじめ料はヤクザの資金源になるし、勇気を持って払わないことが大事ですけれども、ピザが届かないからといって、どこの世界にヤクザを辞めるヤクザがいるんだと、クレ警察署の、暴力団対策のマルボの刑事からですね、ヤクザにピザを配達するなという通達を受ける。釈然としないながらも店に向かうと、その日ピザの注文がある。しかも今日はテイクアウトの注文だから、今から断るにも本当にヤクザがやってくる。目の前で断るのは怖いけれども、警察に逆らうのもいけない、どうすればいいんだというコメディです。アトリエ月見ですね、6月22日から7月3日までなんと2週間参ります。東京ではコマバーゴラ劇場というですね、あの平田オリザっていうおばさんみたいな顔したおじさんがいるんですよ。その人が持ってる劇場で、7月13日から18日までやります。今回もアフタートークでいろんな人がいますね。元兵庫県刑事の富松一夫さんとかですね、弁護士の安田義弘さん、他の宮崎学さん、社会学者の宮台真司さんなどがね、いらっしゃいます。今回本当もののヤクザに取材まで行って、ドトールで取材してきました。はい、本物のヤクザも見に来るかもしれないです。客席がヤクザだらけになるととても怖いので、ぜひとも普通のお客さんでたくさん占めてほしいと思ってますんで、ぜひ見てください。よろしくお願いします。